あとりあえず寝床用意したからそこに妹ちゃん寝かせてくれるオッケーそれじゃ戻って二人で続き飲むかんじゃ改めて乾杯うんおいしいこんないい日本酒お酒の味わからないあの子にはもったいない 残しといて正解だったね、はあ、本当においしいねえあの子とはどこまで行ってるのいきなり何って決まってるでしょ君の元カノとしてそしてあの子のお姉ちゃんとして気になるのは当然でしょちょうどあの子も潰れたことだし引くならここかなって。 ねどうなのもう最後までしちゃったのかしらふんデートだけねじゃあ私と別れてから2ヶ月ぐらい経つけどその間はご無沙汰ってわけねそれだけ本気ってことかそうよね所詮私なんて妹に比べれば ちょっと体がいいってこと以外は何にも勝ってることないものね。ああ、ごめんなさい。別にそんな慰めが欲しくって言ったわけじゃないの。事実だし。だって、君も私と付き合ってた時はそういう目的だったんでしょ手出すの早かったもんね。もうびっくりしちゃった。まさかランチの後ホテルに直行だなんて。 そういういナンパみたいなのにはよく合ってたけどその中でも君はダントツで早かったわま私もそういうところが気に入って付き合ってたんだけどねごめん話が逸れたわねそれでこういうの一切きっぱり割り切って君と妹との交際を許可してこれまでお友達として接してきた私がどうして今更こんな話をしたと思う 分かんないまたまた分かってるくせに私ね今でも君のそれだけは大好きなのよ <laughs> ここまで言えばさすがに分かってくれるわよねそのために邪魔者をさっさと酔いつぶしたんだもの 実際はただ酔い潰したんじゃなくてちょっと混ぜ物してみたけどねまあ細かいことはいいでしょそろそろキスでもしてみましょうか何かをそらしてるのよ一丁前に彼女がいるからとでも言うつもり私から実の妹に乗り換えておいておこがましいにも程があるんじゃない それともまさか、本気で私が二人のことを応援してるとでも思っていたのあなたってつくづくおバカさんなのね。ま、あの子に幸せになってもらいたいと思っているのは本当だけどね。別に君はどうでもいい。せいぜいあの子にバレないように頑張るのね。ほら。 すればよ <laughs> この気持ち久しぶり君のこと無茶苦茶にしてやりたいし君に無茶苦茶にされるのもいいせっかくだから君に選ばせてあげるさあ どっちがいい